チームさんが大変だ。最近やってる密着ドキュメント動画で、一人で育てるドキュメンタカドマト、お食い初めのハッピーな動画だったはずが、とんでもない動画となる。お食い初めを当て一服中に、突然大泣き天地さん、一体何があったのか。そうです天地さん、今裁判中、学校の補強ブラで巨額賠償なので。今日ってさ、本当はめっちゃ幸せな日なはずじゃないですか。今日しかないのに100日って言ってそういう特別な日を今心から楽しめない。さらに悔しい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 。なんでこういうタイミングないんだろう、裁判で。さらに判決して控訴した場合、差し押さえのリスクでかい大で、この生活守れないかもという不安と、和解か控訴するかわからない状況で、かなり辛そうになってる。そんな天地さん見て視聴者は、泣き芸だるいはどうあれもよ、荒れるに荒れてニュースにもなり、推定で評価すごくて悲惨な天地さん。ラファエルさんが大変だ。マネージャーだった方が約1000万円を着服を領収しそうもして、どうなるさらし話題になってる。会社にやった現金盗んだり、クレカの不正利用だったり、クライアントからの振り込み着服したり、いつも食べてずーっと俺の話してたら、お前すごいんだ。ラッパーさん本気で探しているようで、刑事扱いにするとも、お前すごい終わり方する。さらに懸賞金をかけて、捕まえたら5万くれるというとかも、大きなニュースにもなる。コメ欄は同情の声多数、とはいえ最近テレシティダサいセスがこの件だと爆走しているもよ。コムドットさんが大変だ。とある動画で僕たちの元に悲しいコメントが来てしまった。なんて来たかと言いますと、ああコムドットってアイドルになりたかったんですね。対して大和さん、いやまあまあまあ的外れだな。いや俺アイドル 2.0 っていう本で言ったんだけどね、アイドルになりたいわけで、これアイドルの方を否定してるとかではなくて、僕たちは僕たちの住みたい道があって、アイドル売りしてるわけじゃないと。そんな中大和さん強気な反論、アイドル売りは俺らより売れてない人が俺らに使ってる気がする。まだ炎上しそうなこと言い出すが今回は、だよね、ユーマそう言ってたよ。ほらユーマが言ってました。ユーマになすりつける大和さん、ユーマも僕が言いました。皆さん炎上させるなら僕のことを炎上させてください。結果1ミリも炎上せずに、新たな炎上回避を見つけた